はあ、僕だってできれば直接手は出したくなかったんだから。何が目的なんだよお前は。遊びだよ。人ってさ、恐怖を抱いた時にしか見せない一面があるんだよね。サイコパスか。僕はそれが見たいんだ。だからこの屋敷を使ってみようと思ってね。は？何言って。この屋敷って満月になると閉じ込められるみたいなんだ。僕先月も同じ目にあったんだよね。はあ、どういう仕掛け？でも屋敷を調べてるうちに逆にすごい魅力を感じたんだ。徐々に精神が侵されそうになる。こんなに不思議で面白い場所はないってね。わけがわからない。前も同じだったならどうやって外に。普通に帯いくらだけど。理由はわからないけど、僕は普通に開けられるんだよ。だから隼人が扉を開けた時はさすがに驚いたけどね。じゃあ全部知った上で最初から騙してたの？そうだよ。この場所をクラスに流せば隼人が興味持つのも分かってたしね。計画的犯行か。想定外のこともあったけど、みんないい顔してたからなかなか面白かったよ。隼人に至っては笑いこらえるのが大変だったんだから。うーわ、最低。ふざけるな。人を殺しておいてなんでそんな平然とできんだよ。うーん、別に初めてじゃないしね。そうだろうね。あ、父親をね。邪魔なものは消す。そう教えてくれたのはあの人だ。狂ってる。自分の親なのに。いやー、親とか今関係ないからね。じゃあお前はどうなの？え？お前、母親のこと嫌いだろ？心配しているようなこと言ってるけど、本当は母親の束縛から解放されて安心してるくせに。違うわけないだろ。現にあの母親のおかげで、誰もお前には近寄らなかったじゃないか。ようやく普通の生活が遅れてるんだ。そんな日常がまた壊されたらたまらないもんな。だったら一生病院にいてくれたら、いっそのことを。黙れ。ほらね、誰にだって隠れた一面があるんだよ。それを抑えて自分を正当化してるだけ。まあいいや、もう潮時かな。ん？ん？ちょっとまだ謎解けてないんですけど、いろんなとこ。いや、待てよ。ここに新岡さんたち呼べないかな。お前がいるって言えば誘い込めるかも。で、あずさちゃんのこと？な、せっかくの満月なんだし、最後まで楽しまないとね。今日や。悪いけど、僕はまだ遊び足りないんだよ。くそ、逃げなきゃいけなくなりそうな気がする。あ、勝手に動いてる。ドアを開けられるのも時間の問題だ。どうにかしないと。どうにかしないとって、え？何？これ持って。これを使う。ダメ、大丈夫か？え、そうだよね。だよね。あ、ですよね。ですよね。火鉢、これ使うか。いや、頭かち割れんじゃん。いや、やっちゃってるよ。ああ、これで。強すぎ。隠れるか。隠れる。いや、ろくなものが入ってないじゃなくて。やばい。動かせるか。押してみよう。これ、何これ。ちっさ。かわいいもんだな。気絶してるんだよな。そう、何なんだよ。ここに来てから意味わからないことばかり。なんでこんな。もう嫌だ。いい加減、頭がおかしくなりそうだ。あいつ大丈夫か？早くこんなところから出よう。今日の話が本当なら、扉を開ける方法があるはず。それがわかれば。おの。あ？羊の人？あっち行った。なんか教えてくれてる。なんだなんだ、血のついた布。何が言いたかったんだ？これか？全体屋敷図、屋根裏があるね。なんか地下みたいなのもあった。なんだ、何かが隙間に入ってしまった。何
まさか沼に何かあると思わなかった。どうにかして取り出せないか。傘。紙。ダメか。これ。穴が大きくなったが、斧が刺さったまま抜けなくなってしまった。あ、行けそうだ、だね。別の部屋に。地下があるんだね。防空壕がある。見かけの間から防空壕。いや、時代だな。ここだ。なでしこ。なんかある。日記。4月11日、失態だ。寮生二人に脅迫され、金銭を工面することになった。脅迫されるような何かがあったんですか？ああ、遺体を運んだやつ。彼らに遺体の隠蔽現場を目撃されたらしい。今はおとなしく条件を飲むのが得策か。だが、幸いなことに彼らは僕が殺害したと思っており、最後のことは知らないようだ。すべて失いだったわけではない。それにしても、友人の死を利用し自分の利益を望むとは、人間の愚かさに子供、大人は関係ないのだろうか。9月2日、今日も彼らに要求された。回数を重ねるごとに内容がひどくなる。歯止めの効かない彼らを手放しにするのは危険だ。そろそろ終止符を打たなければ。殺すってこと？しかしこの寮で3人も行方不明となってもさすがに怪しまれる。未だ、小夜子の精神が穏やかではないときに、僕が警察に捕まればさらなる苦痛を与えてしまう。彼女を一人になんてできない。一体どうしたらいいんだ。僕は彼女を小夜子の心を守れるのだろうか。ご主人の部屋か。一般家庭で見かける形のピアノ、前に住んでた家にあったな。前に住んでた家、かけるくんのくぼみが4つだって。これは多分、これと、違うの？鏡だ。額の左右にボタンのようなものがあって、どういうこと？あ、額のね。額の左右ね。ボタン？あら。なんかまだある。四角形の石。石王の食器、四角形の石。カモちゃん、かわいそう。剥製とかにしないで。アンティーク帳。じゃ、この四角いのをはめてみます。はまるでしょ、多分。え、